こんにちは、デリッシュキッチンです。天かすチキン南蛮を作ります。鶏むね肉1枚は食べやすい大きさに切りましょう。耐熱容器に酒大さじ2、砂糖大さじ1、醤油大さじ2、酢大さじ1、片栗粉大さじ1、サラダ油小さじ1を入れて混ぜましょう。鶏むね肉を入れしっかりと漬け込みます。10分ほど漬けておきましょう。軽く混ぜ、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱します。鶏肉を裏に返し、タレを絡めましょう。もう一度ラップをし、600ワットのレンジで3分加熱します。ラップをしたまま5分ほど置いておきましょう。トマト1/2個は4等分に切ります。ゆで卵1個は半分に切りましょう。黄身を取り出して白身を細かく刻んでおきます。タルタルソースを作ります。ゆで卵をボウルに入れ、刻んだ細ネギ大さじ1、マヨネーズ大さじ3、レモン汁大さじ1、揚げ玉大さじ2を加えてよく混ぜます。レタス2枚はちぎって器に盛りましょう。トマトを添えて鶏肉を盛り付けます。タルタルソースとトッピング用の揚げ玉をかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。